はい、今日はアークリアクターっすね。このライフイズマスターピースから出てる1分の1だけか、このマーク85のアークリアクターね。いや、外箱もかっこいいんだよね。これね、開けずにね、飾ってたのよ。なんて言ったって傷つけたくないから。ちょっと待ってね。できた。うわ、できた。うわ、これね、磁石だからなんか服につけられるやらなんやらで、あ、はい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 。でここ電池入れて、で光らしてって感じか。ああ、あ、ガチってはまるね。ただちょっとした弾みで、うん、取れそうだね。けどこの感触的にはわかります。ほら、しっかりはまりそう。服とかにもつけれそうだもん。まあけどちょっと怖いけどね。で、台座もしっかりこうね。あ、動く、ちゃんと台座も。すごい。まあ台座だから当然か。で、ここもほら。エンドゲーム。あ、でここも電池でなのかな。説明書しっかり見てないからだけど、どうなんだろうね。こんな感じでスイッチとかなさそうだから違うんじゃないかな、わかんないけど。まあざっくり紹介だからね。いいね、かっこいいね。だってさ、細かいよね、ほら、この作りが。
ほら、これはね、劇中で長い時間宇宙を漂ってたね。で、その時に天マーベルが来るわけですよ。それで助かって、それです、あの次の日なのかな、まあ多分次の日なんだろうね、夜に帰ってきたから。で会議してる時にキャプテンがどうだったやつって、サンスと戦ったんだろうって優しく言うけど、シビル王の出来事があるからね、いやいやいやって感じだよね。でそれで、あぶね、やると思ったよ。大丈夫、こういう俺のあれでも大丈夫です。さすがホットトイズ。でどこまで行ったっけ、はね、トニーが胸のリアクターを外して、これやるよっつって、これつけてどこでも隠れてろっつってね、やって倒れたわけよ。栄養もしっかりとってなかったから痩せ細ってね、っていうのも再現できるのよ。まあまあした瞬間これ外れるからで、はいってな感じで、マーク85アークリアクターの紹介でした。